田中ミノルは、日本の技術者、実業家。新日本製鉄代表取締役副社長や、日清製工代表取締役会長兼社長、日本機械学会会長、日本人初の SF 会長等を歴任した。父は、元大日本帝国海軍軍人。日本の降伏後中華民国高雄市から、佐賀県伊万里市に引き上げ、佐賀県立から土中学校を経て、 1955年、東京工業大学機械工学科卒業。1994年、初代ステンレス、構造建築協会会長。新日本製鉄副社長在任中の1995年から、第73期日本機械学会会長を務めた。1997年、日清成功最高顧問。1998年、日清成功会長。 1999年からは、日清製工会長兼社長として、ステンレス事業の新日本製鉄との統合を進め、2000年からは、日本人初の SF 会長を兼務して、市場開拓に当たった。2006年、倉前工業会理事長、今里大使等も務めた。田中み之氏の感想一橋33ネットハット AB、倉前工業会創立100周年記念特集。 社団法人蔵前工業会。P59。2019年11月23日。閲覧。ステンレス建築ナンバー26協会創立10周年。特集号ステンレス建築。歴代幹事長。会長就任記録日本機械学会。ビジネスインサイド人事天名社長級生の日清成功事業再編を睨み再び新日鉄。 人脈不上習慣ダイヤモンド1999.225ステンレス統合は年内に日清成功新日鉄と交渉四国新聞社2001年7月12日16時59分 s フが東京で年次総会会長に新日鉄住金ステンレス伊藤社長鉄工新聞2017年5月19日6時更新 s フ横浜大会 ステンレス年率5から7%成長日刊産業新聞鉄鋼関連ニュースヘッドラインハットアンタイトルドイマリシありがとうございます